私の名前はパニコ、29歳です。ついこの間、娘のパニミを出産したばかりの幸せいっぱい新米ママです。夫のタクマは、もともと私の上司でした。12歳も年上だし、決してイケメンじゃないし、お腹もぽっこり。でも、私は彼の温厚な性格に惹かれて、プロポーズを受けたのでした。結婚後もしばらくは同じ会社に通っていましたが、妊娠を機に私だけ在宅勤務に変わっています。無事出産も終わったし、これからは子育てをしながら、家事に育児に仕事に頑張るぞと、私はこれからの生活にワクワクしていました。そんなある日、職場の後輩であるルミちゃんが、休日にベビー用品を持ってお祝いに来てくれました。パニコ先輩、出産おめでとうございます。私はパニミを抱いて、玄関でルミちゃんをお出迎えしました。パニミちゃん、はじめまして。さ、入って入って。私がルミちゃんを家の中に招き入れようと思ったその瞬間。ルミ、待って待って。道の向こうから私の知らない女性が走ってきたのです。え？サナ？尾行してきちゃった。あなたがパニコさんですか？コンチース。ルミちゃん、こちらの方は？ごめんなさいパニコさん、この子サナは私の高校時代の友人なんですが、今朝遊びに行こうっていきなり私の家に押しかけてきたんです。なのにさ、用事があるって断るんだもん、ひどい。プンプンで暇なもんだからルミがどこに行くのか尾行したんです。本当に暇なんだね。てか、割と大きい家に住んでますね。もしかして旦那さん、結構お金持ってます？その時、家の中にいたタクマが玄関までやってきました。ちょっと買い物に出てくるよ。ルミさんとそちらの方も、どうぞごゆっくり。ああ、うん、行ってらっしゃい。じゃあ、ルミとサナさんも、どうぞ入って。仕方なしに私がサナという女性を招き入れようとすると、いきなりサナが言いました。あ、ごめんなさい、私もう帰ります、急がなくっちゃ。そしてサナはあっという間に家を出て行ったのです。嵐のように現れては消えるサナの振る舞いに、私もルミもポカーンでした。すみません。大丈夫だよ、もう帰ってくれたし。しかし、なんかやばそうな子ね。そうなんです、昔から妙に付きまとわれちゃって、モテ自慢が激しいせいで他の友達からも敬遠されてて、それで余計粘着してくるんですよね。でも今日はあっさり帰ってくれたからよかったです。だね。その後の私たちは楽しい休日を過ごし、サナという女性のことはすっかり忘れ去っていました。しかし、あの日をきっかけに夫のタクマの様子が急に変わったんです。ルミが遊びに来た翌週くらいから、突然新しい服や香水を買ってきたり、鏡の前でイケメンっぽいポーズをとってみたり、つまりは急に色気づき始めたんです。何してるの？私が洗面所に行くと、タクマは鏡の前でポーズの練習をしていました。俺さ、結構イケてると思わない？今まで気づかなかったけど、このぽっこりお腹もよく見るとプリティだし、髪が薄いのも今時風だよね。ワイルド系なイケメンセレブのオーラが出てるっていうか。それに比べてパニコは最近おばさん臭くないか？在宅勤務だからって気を抜いてるんじゃないの？俺が外で恥かかないためにもっと女を磨けよ。昔はこんな失礼なこと言う人じゃありませんでした。一体タクマに何が起こったというのでしょう。最近残業続きで疲れてるのかな。忙しすぎてハイになっちゃってるのかも。タクマの急な変わりように私は怒るよりも心配の方が先に立ちました。しかしさらに事態はひどくなっていったのです。半月ほど経ったある日、私は光熱費の支払いをするために銀行に行きました。 ATM で支払いを済ませた後で通帳を確認してびっくり。家計管理用の夫婦の預金口座からなんと50万円も引き出されていたのです。私は早速、夜になって仕事から帰宅したタクマを問い詰めました。
ねえたくま、夫婦共有口座から50万円も下ろしたわよね。50万円は一体何に使ったの？え？ああ、いろいろ。いろいろって何？うるさいな。いいじゃないか、別に何でも。よくないわよ。あの通帳は家計の支払い用に夫婦で共有してる通帳なのよ。それを50万円も引き出して何の用途も説明しないつもり？自分の小遣い用通帳から引き出したんならまだしも。うるさい。突然タクマが私に怒鳴り、持っていたカバンを私に投げつけてきたのです。タクマは脅しのつもりで、実際には私にカバンを当てるつもりはなかったようです。でもカバンが飛んだ拍子に中から文庫本が飛び出して、ベビーベッドで寝ているパニミにぶつかってしまいました。寝ていたパニミは号泣。ちょ、危ない、パニミ大丈夫？お前のせいだぞ。お前が余計なこと聞くから。うろたえたタクマは謝りもせず自分の部屋へ逃げてしまいました。あんにゃろ。泣いているパニミをあやしながら、私は最近のタクマについて考えました。やっぱりおかしい。最近のタクマはどこか変だ。ルミちゃんが遊びに来た日から。でもルミとタクマに何の関係が？まさかタクマとルミが不倫？いやいや、まさか、ありえない。私は自分の妄想に思わずツッコミをしてしまいました。しかし私の妄想はある一部分だけ当たっていたのです。翌週の日曜日、私はタクマとじっくり夫婦で話し合おうと決めていました。するとなんとタクマの方から私に声をかけてきたんです。パニコ、話があるんだ。え？うん、私も話したいと思ってたわ。そうか、じゃあこれにサインしてくれ。タクマはテーブルの上に一枚の書類を置きました。離婚届？俺、好きな人がいる。お前と別れて彼女と一緒になりたい。私はなんとなく予想していたから、好きな人がいると言われても驚きませんでした。でもパニミはどうするの？あなたの子でもあるのよ。パニミはお前にやる。な、パニミは物じゃないのよ。あなた自分の子供を何だと思って。だって子育ては母親の仕事だろ。俺が引き取ったってしょうがないじゃないか。しょうがないって何よ。そりゃパニミを渡す気なんてないけど、だからってあなたが父親を放棄していいって話じゃないのよ。しばらく怒鳴り合いが続き、私たちはすっかり息が切れてしまいました。するとその時、私のスマホに電話がかかってきました。電話取れよ。これ以上話してたってしょうがないし。タクマはそう冷たく言い捨てると自分の部屋へ行ってしまいました。なあ、なんなのよもう。怒りで気がおかしくなりそうになりながら、それでも私は電話に出ました。電話の相手はルミちゃんでした。はい、もしもし、パニコです。ごめんね、ルミちゃん。今ちょっと取り込んでて。え？なんですって？ルミちゃんの電話の内容は驚くべきものでした。ああ、そう、そういうことね。では、ここからは私のターンとさせていただきましょうか。ルミとの電話を終わらせてしばらくした後、タクマが再びリビングに戻ってきました。パニゴ、さっきの話だけど。ああ、離婚の話？オッケーオッケー、オールオッケー。離婚しましょう、そうしましょう。え、いいの？だってタクマは別れたいんでしょ？だったら、私、タクマの意思を尊重したいと思うの。本当は嫌だけど。私は涙を隠すように、両手で顔を覆いました。でも本当は、涙じゃなくて、笑いを隠したかったんですけど。やった！ありがとう、パニコ。もちろん養育費は払ってもらうし、あと慰謝料も。もちろんさ、俺が彼女の分も払うよ。はあ？あっさり離婚を承諾されて脳みそがパーリナーになっちゃったのかしら。とはいえこっちとしては好都合。自分が近い将来に地獄を見るとも知らずに、目の前で嬉しそうに笑うタクマに対して同情心のかけらも芽生えませんでした。こいつが地獄に落ちるその時が来るのが楽しみだわ。いしし。こうして
私とタクマはスムーズに離婚。私は慰謝料を元手に賃貸マンションを契約して、パニミと一緒に引っ越し、新しい生活が始まりました。私が予想していた通り、離婚後1ヶ月が過ぎた頃にタクマからふざけた LINE が来ました。お願いがあるんだ。養育費を減額してほしい。前に取り決めた金額じゃ支払えそうにない。私が提示した養育費の額、かなりの高額なのに、当時のタクマは浮かれちゃってたんでしょうね。冷静になってみたら、これから毎月毎月15万もの出費があると気づいて、今頃になって青ざめたみたいです。私もそろそろタクマにとどめを刺しておこうかと思っていた頃合いだし、ちょうどいいかもしれませんね。というわけで私は養育費について話し合うために、いや、やつが地獄に落ちる瞬間をこの目で見るために、週末にタクマをマンションにまで呼びつけることにしました。久しぶり。パニミは？実家に預かってもらったわ。子供の前で嫌な話をしたくないし。そっか、まあいいか。俺も今更会ったってしょうがないし、俺は今じゃ彼女と新しい生活があるしな。ただ金がないと結婚できないって彼女が言うから困ってるんだよな。パニミの養育費がなければまだマシなんだけど、正直こうなるならパニミはいない方が良かったかな。なんで俺たち子供作っちゃったんだろうな。後悔だわ。相変わらずゲスな男ですが、ここでカッとなっては私の負けです。私は冷静に言い返しました。きっとあんたのお母さんも、あんたをなんで産んだんだろうって後悔してるかもね。なんだよそれ。あ、お前、俺が彼女とラブラブだからって嫉妬してるんだな。はぁ、仕方ないよな。俺は新しい女がいるってのに、お前は寂しい一人者だからな。お前と違って俺は若い女にもモテモテだしな。ぽっこりお腹もクマちゃんみたいで好きとか、薄毛も男っぽくて素敵とか。勘違いしちゃって恥ずかしい男。ちょっと早いかとは思いましたが、これ以上タクマの妄言を聞いているのは限界でした。そこで私はリビングの西側のドアに向かって両手を広げ、大きく息を吸ってこう叫んだのです。開けゴマー。ズズズズーと引き戸がゆっくり横に開き、中から現れた人物を見てタクマは驚愕しました。サナちゃん。西側の部屋から出てきたのは、険しい表情をしたルミちゃんと真っ青な顔をしたサナ。サナはルミに押さえつけられていて、身動きもできないでいます。あんたの彼女ってこの人よね。ルミちゃんの知り合いのサナ。この女がルミちゃんに言った話聞いてみる？ルミちゃん、よろしく。イエスサー。ルミちゃんは大きくうなずいて、自分のスマホで録音した音声を再生しました。流れてくるのはサナの声。で、また私一人の男を惑わせちゃったってわけ。そうそう、あの時のルミの先輩の家にいた旦那、追いかけてって連絡先を渡してちょろちょろっと粉かけたら、あっという間に陥落よ。え？簡単よ。薄毛とか太ってるとかのコンプレックスなところを素敵とか言っておけばコロッといくって。モテない男は女に免疫がないから、適当におだてて転がせればいくらでも金出すわよ。玉ねぎのみじん切りより簡単な。サナの本音を聞いてタクマは衝撃で固まってしまいました。いつものモテ自慢かと思ったら、パニコの家の話だったからとっさに録音したの。ちょっとつついたらベラベラ喋ってくれたわ。ああ、金目当ての女に引っかかっちゃったのね。だってそんな。私の言葉にタクマは悲しいのか、いい年して簡単に騙され続けていたのが恥ずかしいのか、早くも涙を流し始めました。でも泣くのはまだ早いよ。泣いているタクマを放って、私は今度は東側のドアを指さして呪文を唱えました。開けゴマ。ドアがキキキーと不気味な音を立てて開くと、どす黒いオーラをまとった年配の女性が登場しました。母さん、このクズ息子、うちから持っていった金と骨董品全部返しやがれ。へえ。たくま、
家から勝手にお金と骨董品を持ち逃げしたんですって。お母さんが探していたからお呼びしといたわよ。その金が必要で骨董品も換金して、サナと結婚したくて、あとブランド物が欲しいって言うからプレゼントに。おお、そうかい。うちの家宝を売っ払っちまったっていうのかい。じゃあ落とし前としてお前をどこに売り飛ばしてやろうか。あ、助けて。そう言ってタクマは玄関まで逃げていきました。しかしタクマが玄関のドアを開けると、玄関には黒いスーツを身にまとったこわもての男たちが立っていたのです。男たちの中心にいたいかにも怖そうな男性が言いました。お前か、うちの嫁に手を出したっていう男は。既婚者？そう、そちらはサナの旦那様よ。有名人だから知ってるかもね。あの尾張のカサノバって言われてるすごい人。尾張のカサノバ。サナの旦那様、尾張のカサノバはカッコつけてサングラスをクイクイ上下させました。俺の女に手を出した落とし前はきっちりつけてもらおうか。サナも同罪だ、逃がしゃしない。さっきからサナが何も言わずにビクビクしてたのは、尾張のカサノバが控えていることを知っていたからなのです。尾張のカサノバはこわもての男たちに命じました。お前たち、この男を車へ放り込んどけ。サナも連れてこい。やだ。タクマが泣きながらそういうのを無視して、元義母が尾張のカサノバに深々と頭を下げました。どうぞよろしくお願いします。三河湾に沈めちゃっても知多半島の堤防の埋石にしても一向に構いません。うむ、ごぼうどう、よき覚悟だ。かかれ。この言葉を合図にこわもての男たちがタクマとサナを玄関から引きずり出し始めました。お願いだ、パニコ助けて。毒クズ野郎が助けるわけねえだろ。私は号泣するタクマとサナを嘲笑いながら両手をいっぱいに広げて再び呪文を唱えました。閉じろゴマ。すると海ちゃんがクスクス笑いながら玄関のドアをゆっくり閉めました。魔法使いの正体はルミちゃん。いや、助けて、誰か。ハイタッチする私とルミちゃんをよそに、タクマの叫び声が少しずつ遠ざかっていきました。その後タクマとサナは尾張のカサノバの車に乗せられどこかに連れて行かれました。タクマが勤めていた会社はいつの間にか退職手続きが取られ、タクマもサナも無理やり尾張のカサノバのところで働かされることになったらしいです。タクマの給料は全て没収し、私への慰謝料と養育費、義母への賠償金、尾張のカサノバ自身への慰謝料返済に充てられるみたいです。あ、サナも尾張のカサノバから見下り犯を突きつけられ安泰な妻の座を失ったとか。サナも尾張のカサノバの監視のもと毎日フラフラになりながら働いてるみたい。クズ二人はこれからも永遠に地獄を見ていくことでしょう。私は今でもパニミと一緒にマンション暮らしです。もう少しパニミが大きくなったら在宅勤務から通常出社に戻る予定。もうタクマは会社にいないので問題ありませんしね。あれからルミちゃんはよくうちに遊びに来てくれるんですよ。パニミちゃん、今日のお洋服アラビアンナイトのお姫様みたい。かわいいね。開けごまって言ったら私がいつでもドアを開けてあげるからね。あの時は本当にありがとうね。今頃あいつら尾張のカサノバの下で頑張ってるかな。多分ね。ところでどうしてあの人尾張のカサノバって言われてるんだっけ。特にプレイボーイってわけでもないんでしょ。うん、本人に聞いたらね、何年か前に小倉トースト早食い大会で優勝した時に名乗った名前らしいよ。小倉トーストの甘いイメージなんだって。そんじゃ実証じゃん。地引き網の漁師がカサノバね。生かしてるじゃん。だよね、イシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。